おはようございます。釣り子 TV です。今活の新しいトップウォータープラグ、アベンタクローラーバゼルね。これを手に入れてなかなかね、釣りに行ける機会がなかったんですけども、先日行って使ったところ、早速ねいい活躍をしてくれました。まずはこちらをご覧ください。オニヤンマくん、アベンタクローラーのこのバゼル、新しいやつ。おお、なかなかいい。よちよち具合、釣れそう。すごいね、これ左右非対称で、なんでこんなまっすぐ泳ぐんだろう。不思議な使用感。透明の羽でピタピタ気づかせて、見たら美味しそうなトンボが浮いちゃってるみたいな。これ食うでしょうと思ってやってるんですが、もうちょっと太陽があって、なんかたまに虫を捕食してるなみたいな時の方がいいかな。あ、でもチビバスは見に来るな。あ、でも今俺がちょびっと動いただけで、なんかおやべえっつってね逃げてった。ちょっとすれ気味かもしれない。おー、ギルかなんか食ったよ。いやー、一点シェイクでほんとピタ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 動くね、これ。あ、ギルだな。ルーギーがオニヤンマ食べに来た。クールバスとかが通りかかってくれればワンチャン食いそうっすね。ビタ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 、早巻きでもね、こうバランスを崩さないで泳ぎきっちゃう。バズベイトみたいにもね使えるから、もうちょっと雨が強くなっても多分こうバズベイト的な早巻きで雨粒に負けないぐらいの波紋だけど、すごいシルエットがぼやけてるみたいな誘いで、それにトリプルフックが2つもついてる。これ食っちゃいそうな、食っちゃいそう仕様ですね。これ使いやすい。で、今ベイトタックルでやってるんですけど、めっちゃ飛ぶ。対岸の岩盤まで。おお、出た！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 おお、元気！よいしょ！すげえ！はーい、アベンタクローラーのね、新しい仲間、
アベンタクローラーのねバゼルにねいい感じで食ってくれましたよ、ね、久しぶりのブラックバーイエーイ、ね、チポってね吸い込んだなと思ったら針がやっぱいいからね、これ鬼がかり、あでも、まあ、取れるか、はい。でタックルはねこんな感じでジーニアスプロジェクトのグラビアスにロデオクラフトのホワイトウルフの組み合わせ、イエイ、バゼルフィッシュ。はい、というわけで帰ってきました。こんな感じのね、タックルで使っているんですけども、ですね、まあ、ルアーはこのアベンタクローラーバゼルのねオニヤンマカラー、これを手に入れたんで、これをねちょっと投げてみたくてということで、でリールがですねこんな感じで、ジーニアスプロジェクトのグラビアスのこの赤い差し色が入ってるってことはハイギアモデルですね。これに P ラインを入れてリーダーを FG ノットで結んでつけてっていう感じの、リール周り、そしてで釣り竿はねこんな感じ、ロデオクラフトの49ホワイトウルフの8ポンドクラスっていう竿ね、これがですねワームの釣りからこういう小型、比較的小型プラグの釣りね、はたまたまヘビキャロとかまでできちゃうんで、なんというかど真ん中のルアーを心地よく使えるね、そんな竿なんですけども、こういうちょっとね軽めなね、ルアーを繊細に使うなんていうこともねやりやすいので、不思議な使用感の竿ですが、最近お気に入りで使っております。はい、で今回活躍してくれたのがこのね新しいアベンタクローラーのバゼルね、後方にウィングがついていて、それでもってこうちょっとね細長い感じのシルエットですね。ねこのオニヤンマが気になりますけど、これねよく見るとねボディがこう左右非対称にねデザインされているんですけども、すごいねまっすぐ泳いじゃう、そして繊細な波紋が出しやすいっていうことでね、ガゼン使ってみてね、これは使いやすいねトップウォーターだなってね。でこのなんだろう透明ウィングがついていて、これがですねほんと微妙なパタパタとしたね波紋をね出しやすいね。それで今回はちょっとパタ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 してね途中止めたりして、そしたらたまらずねバスがねバイトしてくれたっていうことで、で針もね最初からめっちゃんこいいね刺さりのいい針がついてくれているんで、微妙なバイトもねしっかり絡め取ってくれるっていうね、そんな感じでありました。まあ何よりもねこのゴーストな感じ、すごいねぼやけたシルエットなんですけども、ハードプラグなんで遠くに飛ぶんで、でなんだろう魚と距離をとってね誘いやすいなってのをねすごい感じたの。スピニングだとねさらにもっと飛ぶんじゃないかなってね、今回ねベイトで使ってみましたけども、それであとね早巻きした時にねほんとねバランスを崩しづらいんで、まあ最後の最後まで魚を誘ってくれる、で定点で止めてねピクピクっぽいアクションを出して誘うこともできる、そんな時にこのねオニヤンマカラーね、これ結構ね魚がね毎回のように見に来るんですよ、なんだなんだって感じで、でタイミングによってはねバイトまでしてくれるっていうことで、非常にね面白いカラーだなと思ってね、これね売ってたらねおすすめですよ。これはこんな感じのカラーなんですけど、まんまオニヤンマ秋のねトンボとかがいっぱい飛んでる時とかにねまたね投入してみたいななんていう風に思いますけども、なんだろう、まあとにかくね釣れた。さらにね夏の時期に向けてはトップウォーターもねどんどんね、具合上がっていくでしょうから、いろんなタイミングでね投入してみたいと思います。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、今勝のですねニュートップウォータープラグアベンタクローラーの、バゼルね、これで、いいバスが釣れたよと、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。